稲峰恵一10月14日隊は日本の実業家、元政治家、沖縄県国神軍本部長出身。父は琉球石油創業者で元参議院議員の稲峰一郎。朝日、重光明。報道などでは新事態を持ち稲峰慶一とも表記される。知事時代の功績には2000年に開催された九州。 沖縄サミットの誘致と2000円札の発行、沖縄都市モノレール線の開通などがある。防衛官僚の森谷武正は、普天間基地移設問題の早期決着を目指していたが、2005年の日米行為2日後に反対を表明した稲峰知事から、森谷さん、沖縄では大きな仕事は20年かかるんですよ。新石垣空港だってそうでしょう。今回はまだ7年です。 大したことないじゃないですかと言われ、唖然としたという。これについて、稲峰は、県民と中央では思いに、とても格差があり、これは埋められないほど大きなものだ。今まで沖縄では、6、7割のマジョリティが、県外移設を求め続けてきているから、その中でできることは、限界がある。それを分かってもらわないと、最後まで分からなかったか、分かろうとしなかったか。 そこが大きなポイントだと思う。選挙もあるし、そもそも移設が無理なんだと当時を振り返って反論している。しかし森屋は、辺野古沖の基地を、橋本総理は撤去可能な案だったが、稲峰知事は一方的に県民の財産とする、軍民共用空港建設を公約していた。移設が無理なら、なぜ県民と政府に、きちんと説明しないのか。在任中。 場所と広報で最初の4年間使った。2期目では県の事業主体である民工部分の環境影響評価を法律上できないといい、この交渉は後半の任期のうち1年8ヶ月使って拒否してきた。そのため政府が行うことになり、実施する際には環境影響評価の方法書を県に渡さなくてはいけないのだが、県はそれを受け取らない。 このような先延ばしをされている間に、沖国大米軍下イラク事件が起きた。この時、稲峰知事は、こんな危険な飛行場を放置しているアメリカが悪い。アメリカに即時撤去を求めると発言した。この問題を解決するために知事になり、それを公約として掲げていたのではないか。6年も過ぎて、一切移設を進める手続きをしてこなかったと稲峰の二枚舌を批判している。 ありがとうございます。